自粛期間中ではあると思うんですけども、なんか今のそのスケジュール一日の流れとかっていうのはなんか決められたものがあるんですかね。そう、あのチームでズームトレーニングってズーム使ってトレーニングする日があるんで、はい、週に2、3回、はい、そこでみんなと一緒に午前中だいたい10時ぐらいから1時間ぐらいやってっていうリズムで午前中はだいたい過ごしてます。なんか個人的にトレーニングされたりは。その後僕あの肩手術したばっかなんで、ばっかって言ってももう5ヶ月経つんですけど、それのリハビリですね。完治するのはどのぐらいになるんですか。いや一応もう上がるのは上がるんですよ全然、はい、まあ、でもそういう重いものを持ってトレーニングしてないんで、そこはやっぱジムとか行ってチームのルームとかでやんないと、もう腕立てぐらいはできるんですけど全然、はい、まあ、あとはそういう重りを使ったトレーニングをして筋力を上げていく段階ですね。試合前の前日からその試合までにかけてのなんかルーティンとかってあります？そうですね、試合スタジアム、まずホテルからスタジアム行くまでのバスでコーヒー飲むんですよ。でスタジアム着いてシャワー浴びるじゃないですか、はい、で浴び終わってまたコーヒー飲むんですよコーヒーめちゃめちゃ好きなんですか？コーヒーめちゃめちゃ好きなんで、でもそんぐらいですね本当の、まあ、あとはちょっとチューブで刺激入れたりぐらいですね。ホテルから試合会場を向かうっていうのはそのホーム戦って どういう感じなんですか？ホームの時も去年は泊まってたんで、で泊まらない時はその練習場に集合してみんなで行くってパターンがあるんですけど、その2パターンですねホームの場合は。いや永井選手コーヒーを飲むというルーティンで。僕そのコーヒーぐらいですね本当次の質問なんですけども、僕らのチャンネルでやっぱ子供たち結構多く見てるんですけども、やっぱみんな足が速くなりたいっていうやっぱコメントもやっぱあって、うん、その中で、永井選手が足を速くするために心がけてきたことっていうのなんかありますか？そうですね、まあ、イメージ的なんですけど、ちょっと立とうかな。ここの分かります？ここの筋肉、腸腰筋だったりがある部分なんですけど、はい、そこを僕結構発達してるんですけど、あのパン1になったらモコって見えるんですけど、あのチンチも見えちゃうんで見せるんですけど見せるんですけど、いやここが発達してるって感覚多分あんま気にしたことないです。そういうの発達してる感じ全くないですよ、ブヨブヨですだから結局引き上げるんで、ももを引いてる時絶対ここガッて上げるじゃないですか、はい、なんで結構ここは鍛えてますね。ちなみにもともとやっぱ小学校の頃からずっと早かったんですか？小学校はそこそこ早かったですけど、中学校で僕身長ちっちゃかったんで、あの周りの成長で一緒ぐらいになって、うん、で高校になって僕が逆に身長が伸びたんで、はい、そこでまた早くなったって感じですね。Jリーグと海外で永井選手が足の速いと思う選手を3人ずつぐらいちょっと挙げてもらいたいんですけど。 J リーグっすか、やってて速いって感じたのは坪井さん。坪井さんと、あとマリノスのチアゴ、あのセンターバックの方、はい、と藤原かな、ガンバの藤原選手だの。え、じゃ代表で一緒に。そうっすね。え、永井選手から見たらめちゃくちゃ速いなっていう感じ。いや、めちゃめちゃ速いとまでは思わないですあ、速いなって感じますね。ちなみになんですけど、永井選手なんか自分よりも速い選手っています？ J リーグですか？はい、どうすかね。でも用意ドンしたら多分大体勝てると思うんですけど、手使いますからねこうやって体入れやったり。でも純粋に用意ドンしたら多分そこそこ勝てると思いますけどね。まあ、機会があったら一緒にちょっと走りたいです。あ、ぜひいや、もういすがね、面白い本当に体験をしてみたいんですよ、あの永井選手のスピードを。じゃあ僕がチューブでつなげて走りましょう。え、チューブって引っ張ってくれるんですか？俺が引っ張るんで。永井選手のスピードを体験すごいで、海外の選手とかだとこの選手速いなって思う選手って言いますかね？いや、ベイルは速いっすよね。あと、オーバメヤン。あと名前わかんないんですけど、あのアーセナルのサイドバックかな、サイドバックがなんかめちゃめちゃなんかサイドで速いやついるなと思って。あ、ベジリンっすか？そう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 、あ、そうだ、ベジリン、あれ速くないっすか？いや、速い速いと思います。
ますね、普通に。むしろもう速い選手って 50m で言うともしかしたらそこまでもう差がつかない感じかもしれないですよね、その 100m とかにしないと。そうっすね、多分あと加速力でって感じですかね。ありがとうございます、ありがとうございます、はい。では続いて永井選手がこの選手と遊んでるなっていう選手ってどなたでしょうか。そうっすね、大体あの家族ぐるみで仲がいいんで、東選手分かりますか、キャプテンですかね、はいはい。じゃあもうプライベートとかで遊びに行ったりというかご飯食べ行ったりとかって感じ。あ、そうっすね、全然ありますね。東京とかでなんかおすすめの店とかってあります、はい、なんかそうっす、僕結構マザーズ吉祥寺の、わかりますか。まあわかんないですよね、静岡の方なんで。そうですね、あのパスタだったりピザだったり食べに。そうっすね、イタリアンですかね。ちなみに結構やっぱ高いんですか。いやもう全然、あ、まあでも東京は高いっすね、東京が高いんで。そうですね、そう考えたら普通かもしれないですけど。え、ちなみにさっきあのコーヒー結構お好きだっていうこと聞いたんですけど、はい、カフェとかも行かれたりするんですかね。カフェはまあ代官山のあの蔦屋書店わかりますか。すいません、全くわかんない。まあそこであの知り合いカフェしたり、はいはい、選手同士でカフェしたりしてますね。永井選手に実はこんなオファーありました、なんであの実際に受けてはないんですけど、こういうところからのオファーありましたっていうところできれば聞いてみたいんですけど。オファーですか、どうですかね。そんなないと思いますけどね。もう、あ、一応海外も行ったんで。海外にいる時もなんかその他の海外のチームからとかっていうのも実は来てたんで、なんか、ま、なんていうんですかね、その選手に伝えられないことって結構なんかあるみたいなの聞いて。そうですね、名古屋に復帰したんですけど、まあったかもしんないですけども、でもその名古屋からベルギー行って、はい、ベルギーから復帰したんですよ、名古屋に。そのタイミングでまだ契約が全然あったんで、まあ、代理人の方には話があったかもしれないですね。FC 東京で久保建英選手と一緒にプレーしてた時期あったと思うんですけど、はい、久保建英選手の、まあ、一番すごいところっていうんですかね、ちょっとお聞きしたいんですけど。一番すごいところですか。なんか代表とかの映像を見ててすごい、なんか同じチームメイトとかだったと思うんで、うん、結構なんか話してる映像とかもなんか見てたんですけど、なんかまあ日常的にすごいことでもいいですし、なんかそうでもやっててやっぱりちょっとスペースで前向けるんですよ。スペース広ければ大体の人は前向けるんですけど、もう本当相手が近くにいても前向いて抜こうとしたり、トラップの位置も多分正確ですし、相手との間合いもしっかり分かってるんで、ボールも失わないってのはすげえなって思いますね。 ありがとうございます。次ちょっと最後になるんですけども、はい、全選手に一応伺ってることではあって、僕ら視聴者さんはやっぱ小学生とか中学生やっぱ一番多いんですけど、なんだろう、サッカー選手になるためにいろいろ大事だとは思うんですけど、永井選手が一つ挙げることといったら何がやっぱ大事ですかね。なるためにですか。はい、まあ、でも謙虚さは大事かなってのは、うんうん、なってからも大事ですし、はい、人とのコミュニケーションだったり、人の意見をしっかり聞いて自分に還元できる選手になる方が大切かなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、本日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。でこちらのコーナーなんですけど、サッカー選手の方から次のサッカー選手にあのバトンをつないでいくっていうコーナーでして、はい、永井選手がご紹介していただく選手はどなたになりますでしょうか。です。おお。ありがとうございました。ありがとうございました。